皆さんこんにちは、 FX トレーダーの西条です。いつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。本日はパレットトークンをメインで相場解説やっていきたいと思います。パレットトークンは先日過去最高値を更新はしたんですが、結局上髭で押さえつけられて今はレンジのような動きになっているので気にされている方も多いと思います。ただここからの動きによっては一度大きな下落ですね、調整を伴うような下落をして再度ですね最高値更新を目指していく動きっていうのもしてくるかなと思っていますので、これからのパレットトークンの動きが気になる方は必ずこの動画最初から最後まで見るようにしてください。またこの動画が分かりやすいと思われた方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。また動画の後半ではビットコインの相場解説も軽くやっていきたいと思いますので、前半でパレットトークン、後半でビットコインというような動画構成にしたいと思います。はい、そして動画の前になんですけども、今私の LINE 読者の方限定で直近相場で月利 40% 弱出ているビットコインの自動売買ツールに加え、今後10倍以上のリターンが望めるアルトコインというのを厳選して3種類お伝えさせていただいております。なのでこれから仮想通貨でがっつり稼いでいきたいという方だったり、今仮想通貨を勉強中の方はお気軽に概要欄から私を LINE で友達追加するようにしてください。はい、それでは実際に相場解説やっていきたいと思うんですけども、これ見てもらうとパレットトークン、以前にも動画で言っていましたが、フィボナッチリトレースメントっていうのがすごく今効いてきてる状況になります。なのでテクニカルにすごい沿って動いていってるといった感じになります。で、見てもらうと、トレンドラインっていうのも一応引ける状況にはなってます。で、全体的に見たら、やはり上昇トレンドと見て間違いないかなと思います。で、特に効いてきたラインっていうのが、直近で言うと、ここのラインですよね。この786、過去最高値だった、今はちょっと変わってきましたが、95円のところから、そこから落ちたラインである 43.7 円ぐらいの、ところで、フィボナッチリトレースメントっていうのを引くと、直近で言うと、この 0.786 の 83.9231 円ぐらいのところっていうのが高値でかなり押さえつけられてきたところですね。ここがかなり効いてきていました。で、後のところも見てもらうと、こことかも例えば半値のところ、0.5 円のところとかもすごく効いてます。ここですね。はい。ここも全部上値で押さえつけられてると。言ったような感じで、で、半値のところは他にもあって、こことかもそうですよね。こことかも押さえつけられていますし、この付近も禁止して止められているといったようなところで、これの本当フィボナッチっていうのはすごく有効で、今効いてきていたんですよね。で、この動画、この前、パレットトークンの上げた時に、これ4時間足なんですが、その日の、11時ぐらいに動画アップさせてもらって、動画撮ったのは朝の8時だったんですが、この上がってるくらいのところで動画撮って、その時は85円とかだったんで、で、もし落ちてくるとしたら、フィボナッチ、効いてくるので、0.618 のところ、なんで75円付近まで落ちてくる可能性がありますと、動画で言っていたんですが、案の定ですね、高値は84円ぐらいから、76円まで一気に下落してきたので、ちょうどこの時に私の方にメッセージが来たんですけども、ここでちょうど言っていた通り落ちてきたので、ここで購入できましたって方が、ちらほらおられて、そういった方はちょうどこれ下髭で終わってるので、かなり利益というか、値幅っていうのは取れてる状況にはなってますよね。それくらいフィボナッチっていうのは今やっぱ効いてきてる状況になってます。で、そこからぐんぐんどんどん価格上げていって、で、結局最高値を更新したかなと思ったらまた落とされてきてる状況にはなってるんですが、これからの動きっていうのを見ていくと、今どっちかに触れようとしてるような動きですよね。出来高っていうのも、ここの出来高を見てもらうと、ずっと出来高が今下がってきてるっていうのがわかると思います。出来高が下がってるので、このレンジになってるっていう見方もできるんですが、なので、これ何を意味するかっていうと、今ほんと様子見の段階で、で、このレンジになればなるほど、というと、あれなんですが、力を貯めている状況ですね。なので、次動くとしたら、本当どっちか、最高値を一気にこう、更新していくか、もしくは、下に調整がてら下がっていくか、っていうような動きになってくるかなと思います。なんで今、力を貯めている状況になってますね。ただ、下に動いたとしても、かなりいい動きっていうのをしてくるかなと思います。個人的には下に動いた方が、調整がてら、もっと上に行く可能性があるので、今すごい、上げ方的にすごい強いんですね。4時間足でこれだけ綺麗に上げているので、1時間で例えば見ると、
はい、まあもっとすごい綺麗に上げているんですよね。やはり1時間だと。でもここの足だけ異様に下がってきたという感じなんですが、まあでもこれでも長い下髭つけて戻ってきているので、いかにこの下で買いたい人が多いかっていうのがわかるような、もうこの1本だけでわかるようなチャートになってるんですけど、まあ理想の動き、私的に理想の動きはここから下げてくれた方がいいかなと思います。で、ここ786割れて618とここのところ、時間帯によってはここのトレンドラインというのもぶつかるので、まあ、この75円付近くらいまで下がってきてくれると、で、まあ、ここまで落ちて、正直このトレンドラインっていうのを割れてくるっていうのはあんまりないと思ってるんですね、個人的に。ここの緑のトレンドラインっていうのは。なので、まあ、このあたりで反発して、さらに上に向けていく、まあ、100円を超えてくるような動きをしてくるっていうのが理想の動きかなと。思います。もちろんこのまま上に行く可能性もあるんですけども、まあ上に行こうとした場合っていうのは、まあダブルトップのような形になりますよね。なので、まあさっきも言ったように今後の動きっていうのは大きな押し目になるのであれば、やはりこの75円付近っていうのがいいかなと思います。100% 落ちてくるかって言われるとそんなことはないんですが、ただですね、本当にこの75円付近を狙っていくのはかなりいいかなと思います。今の価格で買いたくないけど、どこか、押し目ラインで買いたいっていう方は、ほんと75円付近。もしくは、まあ、ちょっと早いですけど、この83円くらいでもいいんじゃないかなと思います。はい。で、これも前回の動画で言っていますけど、もし、この100円超えてきた場合というのは、前にも言いましたが、一気にですね、次のフィボナッチの 1.618 である126円くらいまで上がる可能性というのは全然あり得ます。なので、ほんと100円超えて、ここの、まあ、94円、過去最高値超えて、なおかつ、まあ、100円くらい超えてですね、こんな感じでレイスアップ転換ができたっていうのであれば、まあ、ちょっとすぐに行くわけではないんですが、時間かけて126円くらいまで試していくっていうのは全然あり得るかなと思います。はい、じゃあちょっと続いてビットコインの相場解説やっていきたいと思います。はい、ちょっと画角が狭いかもしれないんですが、ビットコインの相場解説やっていきたいと思います。ビットコインは今結構扱ったところっていうのを、チャンネルっていうのを割れてきてしまったんですよね。まあこれ一時的に下髭で終われば全然いいんですが、今までずっと聞いてきたこの3回聞いているここのチャンネルの下限値っていうところを、まあ割れてきてるんですよね、今。で、今、そこのところが、まあちょっとですね、蓋になってるかなっていった感じなんですが、まあ1時間してみると、割と三尊のような形してますよね、これ。はい。で、こうなって、こう今、下落してる。で、ネックラインっていうのが、まあ、こんな感じですね。右肩下がりのネックライン。かな。こんな感じだと思うんですが、なんでもここ割れた途端に一気に下落してきたと、いった感じですよね。で、今そんな感じで価格が下落してるんですが、まあ、私的にはまだ全然いいかなと思っていて、まあ、調整、を兼ねた下落なんじゃないかなと思っていて、これから暴落するって言われてる方もおられますけど、以前にもお伝えしたように強い指標が今すごく重なっているんですよね。ストックフロー比率とかでもそうですし、この前言った MACD 週足のゴールデンクロスですね、まあ、ちょっと見せるとこれですね。はい、これこの最強の指標っていうのが今、まあ週足も確定したので、今ついてる状況になってます。ただこれは週足ベースになってくるので、もうこれから数日後とかにすぐに上がるっていうわけではないんですが、まあかなり本当にこれは強い指標になってます。あとは RSI。ちょっと今出ないようにしてるんですが、RSI っていうのもずっとダイバージェンスからの、ちょっと一回出しますね。はい、これ RSI になってます。で、RSI も、ここですよね。はい。こんな感じで綺麗に下落していたんですが、これをですね、今、突き破って上にいる状況になってます。で、MACD もゴールデンクロスしてるっていうことで、まあ、これは本当にすごい強い指標になってくるので、ただ、まあ、さっきも言ったように週足ベースで見てるので、まあ、本当1ヶ月、2ヶ月とか、はたまたま半年、1年ぐらいのスパンで見たときにすごい強いっていうような指標になってきます。なので、まあ、一概にこの短期的な動きで1000ドル、2000ドル落ちようが特に気にする必要はないかなと思います。なので、まあ、これから、ビットコインの場合は本当これからの上昇に過去最高値超えてですね、8万ドル、9万ドルぐらいまで行く可能性っていうのはすごい高いと個人的には思ってるので、まあ、これからの動きに注目していきたいかなと思います。はい、それではちょっと動画が長くなってしまってもいけないので、本日の
パレードトークンとビットコインの相場解説というのは以上になります。いつもこんな感じで基本的にはビットコイン、リップル、IOST、イーサリアム、パレットトークンなどの相場解説をなるべく毎日動画にさせてもらっております。なので相場でもっと詳しくなって稼いでいきたいという方だったり、これから専業トレーダーになりたいという方は必ずチャンネル登録の方お願いいたします。また私西条と直接つながれる LINEというのをご用意しております。私西条と直接つながれることで実質オクトレーダーと無料で対話できるということになりますので、かなりメリットしかないかなと思います。さらに私を今 LINE で友達追加してくださった方には、直近相場で月利 40% 弱出ているビットコインの自動売買ツールに加え、今後10倍以上のリターンが望めるアルトコインというのを厳選して3種類お伝えさせていただきますので、この機会にぜひ私を LINE で友達追加して、この豪華 LINE 追加特典というのをお受け取りください。それでは本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。